ちゃん討論会しないの？涙。佐伯。佐伯おいで。佐伯、佐伯が来てくれたらオールメンバー集まんで。こんにちは。フルーチャーな食べたよ。食べた食べた。こんにちは。普通に食べた。こんにちは。マジで可愛い。すげえすげえ。ありがとう。こんにちは。めっちゃ連なってる。嬉しいんだけど。初めまして。初めまして。どうみくじ。初めまして。話が楽しくて、ね、今日はちょっと早いですね。今日褒めてくれる日？また次の話会しましょう。ギャルテンナにカツアゲされたい。おかしいんやってカツアゲされたいっていう言葉が。お隣から来ました。テンテンしたいなん。え？テンナのファンね。違うわ。テンちゃんズーやから。テンちゃんズー。うちはもぜひヤシミンコールミスドネキ、ミスドネキやめて。見てますか、さゆきちゃん。マナミ、さゆきとプラネタリウム行く約束したのね。てんちゃん、ふっかるなう、ふっかるなうちゃうわ、ふっかるなおやった。そうはね、ふっかるなお、それはハマってるだけやんな。ふっかるなお、へいへい、ヤホー、俺も外れた。わあ、申し込みやってた。ぜひ配信で見てくださいね。エンジェルフレンチってチョコかかってるやつ。こんにちは。あ、違うかも。さっきの話し会楽しかった。あ、私も楽しかったです。 ありがとうございました。クリーム入っててさ、粉入がかかってる。気になりました。こんにちは。テンナが最強。キャーキャーある。佐伯コメ欄におるやん。そう、佐伯コメ欄にいますよ。難しいわ。なんかなんかコメントしてくれ佐伯。あ、来てるわ。今ご飯だよ。今マナもご飯を中断してショールームをしました。お揃いだね、さゆき。するするする。めっちゃ美味しい。この後はできないのか。めっちゃ久しぶりだけど。あ、この後恥ずかしい。検討はな初見です。さゆきのショールームで研究生ってなりますか。また連絡ください。コメントがまた流れちゃって本当に申し訳ない。こんにちは。読める。初めまして。よろしくお願いします。ケーキさん本当に仲いいな。初コメありがとう、ありがとう。こんにちは。明日お話しか始めましてします。ありがとうございます。ちょっと明日は最後、このアルバムのお話し会は最後ということで、2つ用意してもらおうかな。ぜひ一緒に楽しみましょう。最後まで初見なのでよろしくね。名前は、名前は二瓶まなみです。どこや。そうなの。食べてなかった。二平って読みます。で、まなみって読みます。外れた。え、外れた。いい、かなぴー。田植え少女とギャル。めっちゃおもろいな、これ。ヤシミン、田植えね、いっぱいあげてたもんね。見たわ、もう。てんな、気になりすぎて。可愛かった、マジで。ちっちゃい頃のヤシミン、めっちゃ可愛かった。こんにちは、今日のまなみの公園待ち。公園、釣ってるわけちゃうから。ヤスさん、魔法のラップ、ありがとう。もう今日は何時開演？6時、6時開演です。ね、どこでカツアゲしてきたんだ。カツアゲじゃないから。まだあと何時間かありますね。カツアゲじゃないから、ごめん。僕は別のコメントで聞いてきました。今外れた。え、やっぱりそう。チョコの人気よね。これからもずっと公演外れた人もいる。悲しい。何それ。今日劇場行くよ、よろしく。まなみやった、行く人をやっと見つけた。今日はよろしくお願いします。待ってます。あっちにあるよ。イエイイエイ。公演頑張ってね。頑張ります。大丈夫です。まだ明日があるから。素敵なお店。もう明日で終わりですよ。話からもあんたも髪褒めてくれんの。明日は浴衣でなんでね、着付けます。今日も自分で着付けたんですけど、やばい。明日は大変なので、もうちょっと急いで頑張ります。 DNA みたい。ねじめてるから、うん、確かにそうでもあるけど。松葉勢邪魔。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。合併用紙はどうなの。ハガガはいませんね。今買ってきたっていうか、あのなんか、こんにちは、こんにちは、こんにちは。使えれる券みたいなの。ハンギョドンや。それがもう今月は、今月で最近好き終わりだから。お、明日はじめまして。おー、ポンポンしたい、もじっただけです。あ、ポンポンしたいのテナバージョンがテンテンしたい。みんなにあげた。あ、ポンポン下に変わっちゃってるし。みんなにはちょっと買ったっていうことにしといてもらっていいですか。こんにちは。テンナとのデートエピ、メロかったです。なんでテンナとの デートエピメロかった。デートエピ、そう、テンナはどうしてもなんかマナと行きたかったみたいで、相当マナのこと好きなんやろなと思って、知ってあげた。なんかもうほんまに、あの正直あの行くかなと思ってたんですけど、まあ、なんなら手引かれたぐらい。顔面レベチやから髪型何してんの。辛いもの食べにしないで。明日の話しか楽しみ。辛いもの食べにしないで。10度目ましてしましょう。やった。明日も、明日は日曜やからさ、来れる人が多いのかな。巻きです。嬉しい。巻きました。今日話し始めました。ありがとう。可愛かった。やった。こんな巻きやから。今日は何をしたでしょうか。来た人のみ褒めてもらってますね。逆に申し訳なく、ケーキ生みんな可愛すぎ。なんでそんなに可愛いんですか。めっちゃ急いで
ゆきてみんな可愛すぎやって、なんでそんなに可愛いんですかって。あ、ハートで無言で。めっちゃ無言やった。こんにちは。ちゃんと袋もあるから。今日入るね。ペン、うちわとペンライト全力で振る。あ、見つけます。やった。これではポニテになるもんね。それで私も全力で。そう。あってします。私はハイポニーなので。マナミンのパフォーマンス気になってます。まあ、いろんな髪型が見れるということで今日の公演を出させていただくのでぜひ見てください。公演楽しんでね。ありがとうございます。楽しみます。アバターありがとう。久しぶりにショールーム見られて嬉しい。私も久しぶりにお店できてよろしく来ていただいて嬉しいです。最後やな。こんにちは。おかげだけ最後か。みへ誰のもん決めます。で、ゆかな俺のも選択しない、そう、ね、ありがとうございます。パワー当たっとるで、嘘テンナみたいな誰だ。ギャルちょっとやばい、こうやって見たらわかんのかな。ミコさん、ギャル全身写真見せます。待って、見方がわかんない。立ちたいんですけど、うん、スペース的に立ちたいんで、その OBN でも写真チキとか言われたい人生。チキチキチキメロ。なんか今日はシンシンに会えた。会えてないんです。まだお会いしました。はい、もうずるすぎる。へい、かわいいやつやな。みこだ。あかん、見つけられへん。明日浴衣です。誰かありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。嬉しいです。これはありがとう。どこまで読んだんでしょうか。あ、これや。あれだぜ。ありがとうね、どんなと。美味しかった、うん、いいよ。あ、ありがとう。まだ終わらない、ギガ使えへんや。え、だから別にまだ時間あるからいいよ。ありがとう。諦めます。ここなんかヒロインみたいだね、今。ありがとう。それな、公演落ちたのでマナミン倒し、てんてんてん。なんで公演別に見なくても楽しになればいいじゃないですか。後で締めます。明日も、うん、行きたかったな。公演頑張って頑張ります。マナミンはツンデレの極み。そうやで。違います。お昼寝するの今日はしません。今日はあんまり眠くないので。マックこれでも、あの早く帰ってきたからもう必ずと言っていいと。あのパインのやつ寝ます。新しいやつ。先ほどは初お話会ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。桃と桃とパイン、桃あるやん。それのお話会たくさん来てくださった方がここにもいて嬉しいです。こんにちは、こんにちは。公演ファイト頑張ります。へいへい。お、今日は何人いるんでしょうか。そう、あれなんか嬉しいです。頑張って皆さんが言ってくださって。どうしよう、なんかブログとかで書いた方がいいのかな。でもなんかちょっと恥ずかしいねんな。お疲れ様です。まだもすき焼き言ってくださいっていうのちょっと恥ずかしい。すき焼きいらんから。徐々に人口を増やしていきましょう。公演当たる方法教えて。かわいい、ありがとう。ノイノイするのと、あと18時から当然のようにいます。当然のように。じゃあ私も手を振ります。ありがとう。イエーイ、嬉しい。かき揚げさんハート100個ありがとうございます。ハートありがとうございます。こんにちは。昨日の夜は食べてない。嬉しい。今せーのっていうやつ言ってやって伝えてやって、ヘイヘイの前にせーのって言ってほしい。でもそれでヘイヘイってさ、3人ぐらいしか言ってくださらなかった時が悲しいやん。それはそうや。じゃあみんな言ってよ。へいへいペイペイ。ああ、9期が。ああ、それはあり。あ、でもちょっと待って、それはさ、後で検討しようか。ちょっと。うん。明日新幹線中に話しかい。例えが秀逸すぎ。あれかな、あの DNA ねじれてんなって言われてるよ。これね。ねじれてんな。ねじってるんです。はい、ねじってました。今日見えないですね。かわいすぎた。こんにちは。え、こったん？まだ今まだまだ送ってないわ。じゃあ送ります。みーくんさんハートありがとうございます。今日のメイクいいな。危な飛んでた。かぼちゃがすごい。こんにちは。なんか歌のお姉さんみたいになっちゃった。こんにちは。エッグさん、こんにちは。かわいいのでフォロー、フォロー、ね、フォロー完了ありがとうございます。やった。閉店コンビ面白くて、そう、ほんまに暇そうやな。レイナ、何のオールメンバー会議ですね。冷やして美味しさ変わりました。わなみん、キャワタン、ありがとうございます。そうやな、なんか、ウリミちょうど
今日のお話しかありがとう。こちらこそありがとうございました。元から可愛いけど今日はさらに可愛いから。え、そうだね。誰が初日の何？おしと牛乳でチーズが出てるよ。今日何日よ？2ヶ月前。2ヶ月前。初日記念。おめでとう。明日。天ちゃん。一回な。よろしくね。やれんかった十分やわ。伸びちゃったもんな。ね、すごいな。何年も天なに活躍されてダメや。絶対走ってる。ありがとうございますっていうの。天ちゃん。天なともしかして両思い？キャー。いや違います。天なは私への片思いです。ありがとうございます。マナが天なへの片思い。ほんまにな、なんか連絡そのまあそのトークアプリであのマナに対していいよなんとかしようとか言ったら絶対最後に好きって送ってくるんですよ。でもね、もう絶対私のことが好き。マナミン可愛い、ありがとうございます。読まれてたな、マナのところで。やばい、それはポンポンしてためっちゃそうなってるよ。向こうには真顔のレナちゃん、髪サラサラで綺麗、やったー。やばいな、頑張って大論して褒めるか、わーテンナ、あ、テンパが、あ、最後まで若い。その赤いの何、はい、マリオの帽子めっちゃエンジェルみたいな。そう、それやろ。マナミの配信、こっち来たらカツアゲしてくれる。何が見えてるの？あ、これ？でみんなされたよ、あれ？赤いのが落ちちゃってる。やばい、ありがとう。落ちちゃってる、取れない。おとなさんも可愛い。ごめんなさい、ね、ウィンク最高。レイナ助けて、赤いのが落ちちゃった。あ、本当だ。あ、頑張れ、行きたい。はい、頑張れって言って頑張れ。はい、赤いのが復活しました。レイポン天の本人も活上げされたりだで。赤赤絶対赤いの、絶対赤。めんちゃやばすぎ、やばすぎ。今日も可愛い、ありがとう。初の生マナミ見たいけどキャン待ちなのよね。うわお、キャン待ち、キャン待ちってどういう制度なんやろ。なんかあれ詳しく分かんないんですけど、入ってほしいな。ぜひ好きじゃない。めんちゃフォローしました、ありがとうございます。店内にちょこちょこ敬語な受ける。え、店内に敬語。確かに天奈は結構敬語使わないとマナは怒られるんですよね。まあ普通やから、それがあったり前ちゃうんですよ。今日はこれのだって普通に敬語使ってもらって、そうっすよね、うん、そうっすよね。デッシーやん、デッシーな、デッシー、デッシー、デッシーです、うん、学びたいって言ったよ、マナ失笑ですもんね、マカロニ足とかそこはよろしく失笑とデッシー、ストロベリーみたいな。あー、ごめんなさい。え、でもなんか納得いかない。なんでルカちゃん入ってきたよ。まあ、なんか加入したいって言うから、まあ、いいよって討論会した。うん、はい、そうそう。でも一応会長やってるから。あ、会長なんすか。そう、あの会議は味の、ごめんなさい、うん、いやでもやっぱり上を目指していく上に上で敬語はしたくないっす。あ、ほんまに。はい、じゃあ、まず最近超えてもらわんと。あ、え、最近超えました。だってあの子エレベーター便利とか、あ、こっち当たり前のこと言ってましたから。あ、ね、まあ、じゃあ、そうやな、最近敬語、一旦敬語やん、最近、一旦敬語、最近は卵でいいですか。最近、あ、そうやな、それは、あ、分かりました、うん、いいかも。最近やばい、何これほんまに、茶番すぎる。天奈に負けないぞって、負けないぞ。結婚する、結婚する、ノーマル、何今、学生推しやけど、マナミンが一番やで。うわ、あー、レイちゃんには内緒で、あっちにある。え、今日も行くよ、やった、来てください、待ってます。かわいい、よしみん、嬉しい。何年で先輩と写真撮りましたか。え、先輩かなが、先輩方と写真はな、あの、人見知りすぎて全然撮りましょうって言えへんねんよ。ノーマルって何色なの、何色を想像してる。え、ユキセイ最近みんな可愛くなってる。え、それな、みんな可愛いの。いやー、私も頑張ります。みーくんハートありがとうございます。何はマカロン嫌いやと思って、さっきお話会ありがとう、こちらこそありがとうございました。私も違いな。こんにちは。昼は何食べたの。お弁当です、めっちゃ美味しかったよ。あー、できない。ヘイヘイはいつも心の中で叫んでます。まさかの、いや、怖い。でも確かにな、わかるんですよ、ちょっと。え、これ声に出すのはちょっと恥ずかしいですよね。勝手に決めちゃいました。心の中でも、キュウキセイに頼もうかな。こんにちは、先ほどの話からありがとう。タワーはキュウちゃんさんですかね。あ、キュウちゃんさん、じゃあキュウちゃん、タワーありがとうございます。ゼロです、ありがとうございます。あげてくれてたやろ、見た見た、ありがとう、ね、ありがとうございます。銀髪天奈みたい、はい、銀髪天奈、なみちゃんとお話し会で話してみたい。え、ぜひ来てくださいよ。なしにしたよ、結構楽しいですよ。
自分で言うのもあれやけど、今日公演、あ、違う、今日劇場行くよ、待ってます。俺の推しじゃないの、逆に行きますね、ほとんど嬉しい、ありがとう、初見です。え、初見さん、いいのと、でも初見ってついてない、ありがとう。まあ、小百合ちゃんのショールームに初見ってついてちょっと恥ずかしかったな。生物、リーゼントかもしれないよ、変でした。今風呂ちゃん、リーゼントに戻して、やっぱリーゼントの方が落ち着く。ツイッターでヘイヘイコール動画載せてみては、あ、確かにツイッターのいい活用方法さっきまでよし見てたけど、ぶっちゃけタイミング取りにくいの、え、確かにそれはそう、いつ見てだって、はい、ヘイヘイどこってなるもんね。お疲れ様です。お疲れ様です。結局ヘイヘイ言うの？よろしくお願いします。お前言います。めっちゃいいわ。てなってラッパーのイメージ。言いますってお願いします。ラッパーのイメージ。まなみちゃんが全員力でヘイヘイって言ったらおのずとついてくるよ。あ、なるほど。じゃあマナがみんな引っ張るぐらいのヘイヘイを見せなければいけない。あ、ニーニャ、イーニャ、レーニャ、そう。ニーニャ、イーニャ、レーニャ。今日のテーマメロすぎて好きました。ま？出てて。本当にやん、ま、頑張れ。こんにちは。ヘイヘイってまなみちゃんが言った後にファンにマイク向けてヘイヘイ言わせるとかなら声ですよ。確かに。でもあれヘッドセットやねん。お嬢様やから。ちょっと高一先生が低すぎるって。あ、高さん、ハートありがとうございます。でしたよ。ありがとうございます。何やっても可愛いからもう好きです。ななみさんハートありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、マジで腕が痛い。今日は DM この赤いのに応援しててください。まあナンバーは24時間マックドあるし、あの、そう、あれ24時間すげえ、わーわーわー、こんにちは。ずっと見てれるかも。お疲れ様です。ずっと見とって、やばいやばいやばい、茶番が始まったなって。あれやっと。もちろん。マジで天奈とは茶番が多い。マジで一生なんかずっと茶番してる。どこの会長よ。それな。マジで。横にでも天奈さんは。天奈とか言っちゃダメなんですよ。なんか天奈さんなんですよ普通に。天奈さんは会長なので敬ってます。エレベーター初めてだったのかな。やばい、佐伯初めてだったのかなとか言われてる。二人とも面白アイドルすぎる。一生幸せでいてください。ありがとうございます。一生幸せでいます。へいへい、キャッチフレーズでいつも笑ってる。天奈もマジで面白い、あれ。皆さん言ってるから。一緒に。まあでも、めっちゃ今日ヘイヘイ言います。言って。おととい。二平のブレイキングナインの顔が本家におるのよ。隣は、え、どういうこと？ぼっちのヘイヘイ、本家ってほんまの方？ぼっちなん？え、何が？お花見。もの？ああ、あれや。誰のせいやと思ってんの？待って、誰のせいやと思ってんの？ここにいるな全員。ここにおるな全員。うつでいいじゃん。いや。ここにおいます。私のことをぼっちにしてきた人たちが。フルチェ。普通にな。まあでもあのゆみさんと行くって言った。何弁当さん。カツ入れてないや。こんにちは。ロース。うん。今やったハラミナスも押せますの。ほんまに？押してみる。ちゃんとペイペイの言い方で言ってほしい。なんで？まだペイペイじゃないし。ヘイヘイ。ってこと？ね、あのさ、ペイペイの声ってさ、ちょっと恥ずかしくない？声？あのさ、あの、お支払いは、あ、ペイペイでお願いします。かしこまりました。ペイペイって言うやん。あれめっちゃ恥ずかしくない？ちょっとよし聞けた。え、わなも恥ずかしいから、もうずっと音量バーッと下げるの。カリーとか。まあ確かに。めっちゃ自慢げにペイペイ使うよ。そうすか？合格マーク。顔決めて。え？ペイペイで。ペイペイで。かっけーっすわ。やろ。やっぱかっけーっすね。やろ。天さんかっけーっす。やろ。やばい。そう思うわ。握手してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、助かります。ありがとうございます。運気上がるんちゃうこれ。はい、から痛いです。おい、洗うな絶対。いやでも洗うな。ぜひお話し会、初めてお話できて嬉しかった、楽しく確定しました、ありがとうございます。確定です。それは確定。めっちゃ可愛い。キャラも可愛い。ありがとうございます。ハラミやった初見です。初見を、初見を初見って、嬉しい、初見って呼ぶ人だよ。多すぎやん。それな、こんにちは。こんにちは。今日は何人カツアゲしたの？してないよ、ゼロや。で、されました。おーい、でも7時に多い。めっちゃ恋人ってんのキモくね。めっちゃ嫌。
遅自主練してて、あたとりや自分もやん遅くて、あでも練習しとったけど、ワツちゃんヤンキーもっと話しなかった、今日誕生日っていうの忘れてた、今日誕生日おめでとうございます、お願いします、バースデートゥーユー、こんにちは、お姉さん頑張ってください、ありがとう、お疲れ様です、星やばい、なんかめっちゃ目が序列に厳しい、テンダのことが大仏、うん、好きや、好きでまなみちゃんも可愛いけどねえや、 AKB48 の市川真奈美ちゃんも可愛いよね、え、そう市川真奈美さんっていうあの同じ名前のね方がいらっしゃるんですが、これはミニコントであり事実の一切が書いて、ほんまにそうやね、マイトチョコと普通のチョコだったらどっち好き、私は普通のチョコが好きです、ホワイトチョコなんかなめっちゃ甘くて食べられへんねんって、あんまりそうです、こんにちは、例にやっとチェンナの写真も見てみて、せやな、甘いのをたくさんは食べれないんです、前髪の袋かギャルですか、テンナこのテンナさんのことですか、実はカツアゲ、カツはカツでも朝からギャルじゃないですね、嬉しい、まあ、マインドはいつでも明るくいたいですけどね、はい、テンチョロでほんなら今日全然ヘイヘイさせてもらって、ありがとうございます、お疲れ様です、アッシュシルバーとかぜひぜひ絶対似合う、アッシュシルバー、ニブはウサギをつけてたんですか、ワンチャンなんちゃってニブはギャルやった、ワンチャンなんちゃってギャルやったら本格的にギャルにしてあげて、やりたいよね、猫です、またあげますね、テンナの色が黒いっちゃうからなんか、ありがとう、リリーの前に挨拶しよう、白あんま見かけないね、うん、アッシュやることが多かった、どうしよう、なんか目やって、なんかしらテンナが俺の星かな、考えます、サトシとピカチュウの発音が好きで、うん、俺の推しやと思うよ、サトシとピカチュウ、違う、サトシとピカチュウってこと、いやこれもう嫌や、こんにちは、ピカチュウなんでしょ、普通はピカチュウ、ピカチュウ、え、あの、ずっと一緒におると思ってる、固定固定じゃないから、誰が横にいるかって桜の話懐かしい、するな、みんな仲いい、いや悲しかったですね、誰かしらが横に、まなみちゃん可愛いけど私の名前は覚えてんちゃんないかな、覚えうんてんちゃん、どっちや、覚えてさあ海無理やからってこと、そうなんや、待ってやばい、超覚えました、やばえぐい、はい覚えました、マジそんな言ってくれる、ペイペイの音でかいもの、そうペイペイの音、でもさあれアプリの設定でな、全力あの全部の音な、とんでもないものをカツアゲしていきました、オタの心です、自動的に音量上がるのやだ、え、それな、そういうのやったらカツアゲしたい、下げる設定しろ、テンナほっぺもちもち、もう最大の音量ぐらいで、テンナほっぺもちもち、何やろもちもちっすわもちもちらしいっすわポンデリングぐらいもちもちっす、もちってましたわ、もちっすわ、はじくポップコーンと、ヘイはやっぱり射程が似合うのか、なんで、まあ師匠やもん、何それ、何それ、何それ、まなみちゃんの隣の3人のメンバーは誰ですか、ワンナイトカニバル踊ったって、あれ来てませんでした、ワンナイトカニバルなんちゃらなんちゃらみたいな、右からじゃないな、マナの横近い順からテンナ、ヨシミン、ふーなはしレイナなんか一人いるのよ、池田テンナちゃん、ふしみあやれちゃん、ふなはしレイナちゃんです、はい、倒しの確定室ください、え、むず確定室、それ確定、楽しくてやばい、指さしちゃった、先端恐怖症の人大丈夫ですか、敬語しゃべりよ、ペンナ様のところから覗きに来ました、どうぞ帰らないでください、私も弟子になってまなみちゃんと一緒にペコペコしたいです、お願いします、いやペンナさんの弟子になるには結構きつい修行を受けなきゃ、あ、音楽大好きさん、ハートありがとうございます、音大さんハートありがとうございます、へへへへでって言うかもしれない、いわへんわい、ありがとうございます、早く握手会行きたいってめっちゃ思ってる、ぜひ私も会いたいです、皆さんに、古川さん、天才呼びからます、それの髪の毛サラサラ、古川さんありがとうございます、ありがとうございます、平岩さんありがとうございます、カツサンドさんありがとうございます、スピークイングリッシュさんありがとうございます、イエスイエス、やばい、まだもう英語、ハロー、アイライク池田テンナ、私が可愛いよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと推しが二兵であることを願ってありがとうございます、
よしさん、ありがとうございます。ペイペイしようじ、店員にバレないようにヘイヘイでってチャレンジしてる。いや、何してるんですか、ほんまに。でも、マナもしよっかな。ヘイヘイで。あ、でも、ペイってなんか結構さ、発音がな、特徴的やから。もちもちっすわ。この間からもっと好きが増してる、まなみちゃんラブ、私もラブ。テンナ様いたら何番も。なんか最近テンナ語がさ、浸透してきて、そうまずいねんな。チキチキメロディーみたいな、マジチキメロディーやっけ。ちょっと待ってて、さゆき。何があんの何があんの、サプライズ。待ってます。まなみんの声可愛い、やった。ありがとうございます。高く声を出せるように頑張ります。最近あ、ねえ、今何分か分かる？16分。ありがとう。1時。もしかしてサッカーとかスケボーの練習しないといけませんか？来ないやないかい。やってみたいな、やってみたいけど、いや、なんかもう恐ろしいって、その2人。もちろん、それはもちろんなんですけど。お二人のここに行くのが。やっぱし普通に腕時計麻酔銃を狙う練習とかもありますし、まあそもそも推理力、お天さんの弟子になるには推理力が必要なんですよね。はい、騎士団知っとるんや。何言ってんのやろ。かわいい。ありがとうございます。まなみちゃんラブ、ありがとうございます。最近あったメンバーのびっくりしたエピソードはありますか？めっちゃある。あ、でも最近は、知ってるよ。なんかゆきのちゃんがエビのピンをいっぱいこうつけてて、ゆきのね、がいっぱいつけてて、エビの T シャツ着て。なんかエビになるんかなって思いました。びっくりー。わお。レース用自転車にヘイヘイってつけようかもと思ってる。ぜひ。いいじゃないですか。別にヘイヘイって。別にヘイヘイってつけてても、あの押しバレしないですよね。いや全然今食べれるんですけど。スキメロディーオーケストラ、そんな単語があるの？教えてよ。待って、後ろの白いのない、後ろのメンバー来てない。あ、やばいやばいです。お肉のやつですよ、お肉の。そう。これも気持ちは発散。悔いもありません、ね、このメンバーは。初心を忘れずってやつ、ね。あ、ありがとうございます。時間かいてきて。初めて生で。推理力。推理力。お願いします。あれは。そうですか。とりあえずパウパとの時計に麻酔銃取り付ける作業を始めました。あ、まずそれがまあ基本ですよね、テンさん。うん、それで普通に考えてそうですか。麻酔銃 いるからな、いりません、ね、推理するときはほんまにいるから、まあ、そうっすよね、うん、作らないと。あれ推理力も鍛えて、うん、やっぱ会議がいるって、会議開かなはよ、うん、時間合わせよ、ごめんなさい、なんか、うん、すいません、会議の時間がずれとるわ、私の責任だと思います、うん、どんどん計画していかんと、はい、すいません、うん、テキパキと動かんとな。わかりました。ありがとうございます。てか、あの、そろそろほんまになんかマナを、マナが終わんの待ってる人がいるんですよ。マナが終わんの待ってる船橋がいるので、そろそろやめたいと思います。そう、何が違うやろ今日。だから無制限にした。え、もうじゃあ終わる。でもなんかな、レーナが言っていい、このエピソード。レーナが私の、レーナがギガがないみたいで、またマナのギガを何デザリングみたいなして使うってなってるので。あー、やばい、マナもう終わる。あ、じゃあマナ終わってさ、そこでさ一緒にやっていい。じゃあ2回目の配信な、ごめん。じゃあ、あのちょっとレーナのために終わります。ごめんなさい、まあ、たくさんの方が来てくださって嬉しかったです。それでは声でかすぎ。それでは、弟子感がすごい。今日演技演技演技。今から。じゃあそれでは、壇上を待って、船橋さん麻酔銃で眠らせていて。ダメ。レーナ公演出れんくなっちゃう。じゃあランキング読みたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは夕方の公演にて行きます。13位、歌場さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。12かき揚げさんありがとうございます。ありがとうございます。11ニッカさんありがとうございます。ニッカさんありがとうございます。何が違うやろうな。10位杉蔵さんありがとうございます。話しかよかったね。ありがとうございます。9位シロちゃんありがとうございます。ありがとうございます。終わりたくないよね。8位ななみさんありがとうございます。やばい。ありがとうございます。7位テイテイさんありがとうございます。テイテイマジありがとうございます。6位トウシさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。5位アキチャさんありがとうございます。ありがとうございます。4位あこれまだ分かってる。東一心さんありがとうございます。待ってる。ありがとうございます。3位まほさんありがとうございます。ありがとうございます。2位みーくんさん、あ、違う、みーくんありがとうございます。ありがとうございます。そして1位きゅーちゃんありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは多分さゆきの方でなんか討論会を繰り広げるみたいなので、そちらの方に、天南のね討論会の会に入りたい方はぜひ見に行っていただいて、そして私はレイナにギアを貸して、それでは今日の公演も一緒に楽しみましょう。バイ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 。